こんにちは、コウスケです。今回はフリーランスとして活動している僕が1日で3万円稼いだ日の様子を動画にまとめてみました。朝はだいたい8時に起床して、ベッドメイキング等々簡単に準備を整えてから、まずは自宅の作業部屋で1日の仕事を始めます。9時になったらお仕事スタート。まずはノート記事ライティングというお仕事から始めていきます。これはノートという長文の記事などを投稿できる SNS において、クライアントの投稿記事の制作代行、投稿代行などをするお仕事です。僕自身このお仕事は一部外注などを駆使しておりまして、制作した記事の添削なども僕の業務の範囲になります。また僕はオレンジ系の間接照明の明かりが集中できるので、あまり部屋を明るくしすぎずに作業をしているのですが、目にはねあんまり良くないかもしれないのでおすすめはしておりません。突然ですが、せっかくなので僕の作業場の紹介を簡単にします。少しでも目に優しい環境にするため、緑を机に置きながら、仕事で使う本はいつでも取り出せるようデスクの上に本棚を設置しています。あとはカエルの置物に見守られながら、朝早速5000円分の仕事を終わらせることができました。そして僕は仕事の合間に朝食をとります。冷凍フルーツを紅茶で溶かします。こうすることで紅茶にも味わいが出ますし、朝からフルーツを食べられて健康的なので、個人的にはお気に入りの組み合わせです。また朝は軽食で済ますことが多く、特にカロリーメイトをよく食べています。カロリーメイトは最低限栄養にも考慮されているという点と、片手で食べることができてパソコンを触りながら食べられるので一番お気に入りの朝食です。他におすすめの朝食などあれば、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。仕事の区切りで軽くストレッチをします。座りっぱなしは体に良くないですからね。10時からまた引き続き仕事をしていきます。ここでしていた仕事はブログ記事ライティングです。基本僕は今は SNS 運用をメインに仕事をしているのですが、一種類の仕事にこだわらず、ライティングやデザインなど幅広いジャンルで仕事を受けるようにしています。ちなみに過去には動画編集やウェブ制作、カメラマンなどの仕事もしたことがありました。フリーランスは働く場所を選ばないからこそ外で自由に仕事もできますが、こうして逆に自宅から一歩も出ずに仕事を続けることもできます。自分に合った場所、時間で働けるのがフリーランスのいいところですね。ここで仕事を頑張り、午前中だけで1万2000円分の仕事をやり入れることができました。とてもいいペースですが、目標は1日3万円なので、ここで止まってはいられません。仕事も落ち着いたタイミングでお昼ご飯です。この日は福井県敦賀市のふるさと納税でいただいた大型むきエビをふんだんに入れた特製そばを食べていました。料理はあまり得意じゃないこともあって、時短料理で済ませることが多いですね。ではいただきます。さて、午後から場所を変えて仕事をしていこうと思うので、準備をしていきましょう。僕は今シェアオフィスを契約しており、そこは自宅から20分程度歩いたら着くくらいの場所にあります。若干遠いかもしれませんが、軽い運動代わりの散歩と思えば、個人的にはこのくらいの距離がむしろ一番ちょうどいいとさえ思っています。14時からはまたお仕事スタート。場所を変えるだけでも気分のリフレッシュになり、また集中して仕事に取り掛かれるようになりますよ。
この時にしていた仕事はインスタグラムの運用代行です。僕が今メインでしている SNS 関連の仕事になりますね。こちらも一部外注などを駆使しながらチームで取り組んでいる仕事が多いです。ちなみにやる作業としては投稿制作はもちろん、投稿作業の代行や投稿ネタのリサーチ、アカウントの数値分析までインスタグラム運用に関わる全てのことを代わりにやるのがこの代行のお仕事になります。インスタグラムの投稿制作において、以前は Adobe の Photoshop などを使っておりましたが、今は利便性を踏まえて Canva というデザインツールを使っています。とても使いやすいのでかなりおすすめです。さて、ここまでで今日の収入を 1万8000円まで伸ばすことができました。もう1日の収入としては十分な収入を得てはいるのですが、今日の目標は3万円です。まだ折り返し地点まで来たところですね。1日の残り時間も少なくなってきているので、ここからまだまだお仕事をしていきます。の前にちょっとだけ休憩を挟みます。友達がくれた黒のスタバのタンブラーがいつも休憩のお供をしてくれてます。小休憩を終えたら座る場所を変えてまたお仕事再開。座る場所を変えるだけでも気分のリフレッシュになってまたやる気が出てきますよ。この時間から始めた仕事は Twitter の運用代行です。 Instagram の時と同じようにツイートの制作はもちろん、ツイート投稿予約の代行やネタのリサーチ、アカウントの数値分析までもちろん全て行います。また投稿を作るときは基本的に1週間分のツイートをスプレッドシートに格納して、それをクライアントに確認してもらう形にしております。いちいちツイートを制作したタイミングで確認をしてもらっているとなると、お互いに時間を取りすぎてしまうので、僕はこうして1週間分の確認を特定の曜日にまとめてしてもらうという形で仕事を進めていますよ。さて、ここまでで収入を2万2000円まで上げることができました。5円の3万円が視野に入っておきましたが、残り時間を考えるとうだうだもしていられません。改めてスイッチを入れ直して最後の追い込みをしていきましょう。ではここからは最後の追い込みのためにカフェに場所を変えて残りの仕事をやっていこうかと思います。残りもう少しだけ、最後まで頑張るぞ。仕事をやる気満々だったのですが、カフェに来たらデザートを食べたくなりました。まあ今日ね、結構頑張っているので神様許してください。この後ね、しっかり働きます。ちなみにめちゃくちゃ美味しかったです。さて、パンケーキも食べ終えて18時から始めた仕事は SNS の運用レポート制作です。僕はだいたい1ヶ月に1回のペースでこの運用レポートを制作しています。内容としては1ヶ月を振り返って、どんな切り口の投稿が伸びたか、逆にどんな投稿が伸びなかったか、それを過去の投稿と比較しながら振り返り、アカウントの運用目的、運用方針を踏まえて来月以降の提案をしていきます。ここまでで今日の収入は2万7000円、目標のね3万円がもう目の前に見えてきました。ようやくここまで来ましたね。まあ、パンケーキの背徳感を胸に抱きながら、このままこのカフェで最後の仕事もやりきります。最後にする仕事は SNS 運用の基本業務です。基本業務とは SNS 運用を行う上で発生する投稿作業や数値の記録などの雑務作業のことを僕は基本業務と呼んでいます。こちらは各クライアントで月額固定報酬でいただいてるんですけど、例えば月額1万5000円で契約した場合、1日換算では500円の報酬になります。まあ、そうした月額契約のクライアントがいくつかあって、合計するとおよそ1日換算では3000円程度の報酬になる計算です。ここまでの仕事をやりきり、ようやく1日の収入3万円を達成することができました。
あとは家に帰り一日の振り返りをしていきましょう。お疲れ様でした。夜ご飯は家にあったパスタとコーンスープと紅茶です。改めて1日のタイムスケジュールを振り返るとこんな感じでした。黒が仕事の時間で、グレーがそれ以外の時間ですね。特徴として挙げられるのは、夜が終わるのが結構遅めだったんですけど、まあ、朝はそこそこゆっくり過ごせていたのと、あとは仕事の合間に結構多めに休憩時間を挟めていることでしょうか。仕事をしていた時間でいうと9時から20時になるのですが、まあ、そのうちね3時間は仕事以外の時間で、まあ、ご飯を食べたり移動をしたりしています。自由な時間に働けるフリーランスだからこそ、仕事の合間の休憩を好きなだけ取れているというのも一つ特徴でしょうかね。仕事時間でいうとこんな感じでした、まあ、合計で8時間働いていました。結構動画を見る限り働いているように思えていたんですけど、まあ、蓋を開けてみると働いていたのは1日の3分の1だけでしたね。まあ、8時間労働なので一般的なサラリーマンと同じくらいの労働時間で抑えられています。また3万円を8時間労働で割って時給換算は3750円になりました。会社員全体の平均時給がおよそ2000円前後と言われているので、それと比較すると収入は高い方ですね。まあ、ただフリーランスという専門性の高いお仕事であることと、まあ、報酬以外の待遇などが一切ないことを考えると、まあ、このくらいの時給単価も妥当なのかなと考えております。まあ、僕もねそろそろフリーランス4年目になったので、それなりに収入は上げることはできました。また実は僕フリーランス1年目が月収3万円だったんですよね。日収じゃないですよ。1ヶ月通して3万円しか稼げなかったんです。ちなみに独立初月からの月収はすべて YouTube で公開しているので、ぜひ気になる方は過去の投稿を振り返ってみてください。あの時自分が1ヶ月間かけて何とか得られた収入が今では1日で稼げるようになったと思うと、少し感慨深いものがありますね。まあ、収入の加減も上限もないフリーランスならではの夢がある動画になったんじゃないかなと思います。それではここまでご視聴してくださりありがとうございました。こちらのチャンネルでは実際にフリーランスとして活動している僕がフリーランスになる方法やフリーランスのリアルな働き方、面白さや大変さについて発信しています。フリーランスになりたい、個人で働くことに興味がある、時間や場所に縛られない働き方に憧れがあるなんていう方は、ぜひ次の動画を見逃さないようチャンネル登録しておいてくださいね。それではありがとうございました。おやすみなさい。